はい、キャラットの、マシュマロ会に続く、抱き枕本体、こちらの方の開封の儀をやっていきたいと思います。それでは、袋、開封していきたいと思うんですけれども、手前側の、こちらが、今まで発売されていましたマシュマロの会になります。で、奥側ですけれども、こちらが、今度新しく、発売の予定の、マシュマロの会の2という商品になります。まずは最初、そうですね、こちらも、袋に入れたまま、開けていただいて、最初はこんな感じです。それから優しくこのように開けていただければと思います。まあ、大体まあ、1日から、まあ、最終的には3日から4日ですね。で、大体圧縮される前の、状態に戻る。これが、マシュマロ会議ですね。こちらがマシュマロ会になります。こちらがマシュマロ会議ですね。立てるかどうか。一応やってみましょう。こちらが一応立てた状態になります。左側がマシュマロの貝にですね。右側がマシュマロの貝になります。続きまして肌触りのですね。こちらがマシュマロ貝になります。で、こちらがマシュマロ貝身になります。まあ、若干ですが、こちらの方が、まあ、滑りづらい素材になっています。そうしましたら、じゃあカバーの方をつけてまいりたいと思います。貝2の方が、まあ、硬いといいますか、弾力的には強いので、かなりフィット感は出てると思います。こちらが今しょう貝2を装着したものになります。以上、新しい、抱き枕本体マシュマロ会2の、動画、装着方法と、なります。
ります。